デイビッド・ライト・ミリバンドという概念は誤りであったと指摘、異なる背景を持つ勢力をひとまとめにし、軍事力で抑え込もうとする方法の限界を指摘して、テロへの対処として、より多角的なアプローチを取ることの有効性を説いた。2010年5月の総選挙で労働党は下野し、ミリバンドは影の外務、英連邦大臣となった。その後行われた党首選挙に出馬したが、 弟の江戸に敗れた。2013年3月に政界引退を表明。2013年9月より国際救済委員会の委員長を務めている。ありがとうございます。